WBC&WBO 世界スーパーバンタム級王者、井上直也、30イコール大橋、と w b a i b f 同級王者マーロン・タパレス、31フィリピン、の4団体統一戦実現へ向けた交渉が進む中、両陣営の間で、情報戦が勃発した。フィリピン紙、デイリー・トリビューンは、井上が密室でトレーニング、と題する記事を掲載。 フィリピンのボクシング関係者が来日していたほぼ一週間、井上直也の練習風景は一度も目撃されなかった、と報じた。記事によると、タパレスの共同プロモーターを務める JC マナン・キル氏が、8月30日に東京、高楽園ホールで試合を行った WBA 世界フライ級2のデーブ・アポリナリオ、フィリピンに同行して来日。その一方で、 アポリナリオは井上が所属する大橋ジムとプロモーと契約しており、試合まで横浜市内の同ジムで練習を行っていた。マナンキル氏の右腕のラモンファルギ氏は、同氏に対して、彼、井上は別のフロアで練習しているんだ、とコメント。記事では、この秘密主義の背景には、井上とフィリピン人のタパレスとの統一戦が決定に近づき、 12月に予定されている対戦に向けた準備の詳細さえ陣営内で秘密にされていることが挙げられる。マナンキルはタパレスのマネジメントとプロモーションも言っており、大橋事務関係者が数日間、訪問者から安全な距離を保ってきたのには理由がある、と井上陣営の警戒ぶりを伝えた。その上で、同志は約2週間後に井上とタパレス陣営が再び会談を行う予定だ。順調に行けば、 井上とタパレスは12月に対戦することになると報道。統一戦の正式決定が着々と近づいているようだ。